みんなおはよう。それではみんな乾杯。まビートマンのプロテインってマジ溶けやすさすごいよな。今日午前中からトレーニングするんで、今からご飯食べてから行くんやけど、ちょっとね、雑飯でいいですか。トレーニングもすぐなんで、午前中すぐエネルギーに変わる糖質食べます。お餅やりすぎた。皆さんもね、家事絶対した方がいいですよ。マジでダイエットしてる人とかって有酸素頑張ったりトレーニング頑張ったりするのはもちろんめちゃくちゃ偉いことなんやけど、家事ってね、日常生活の中でも消費カロリーめちゃくちゃ高い部類に位置づけられてるものなんで、洗濯物干して、まあ、約1時間で100キロカロリーぐらい消費カロリー消費するし、あとは掃除もね、1時間で120、30ぐらい、160やったかな、消費します。普通に有酸素って体力的にも時間的にもね、コスパが悪いじゃないですか。40分1時間で取ってさらに体力も奪われると。でも掃除ってで部屋も綺麗になるし、ダイエットも進行スムーズにするし、もう一石二鳥なんで絶対です。はい、ということで1食目はお餅を食べたいと思います。はい、これからねジムに行くっていうことで、まあ、なるべくエネルギーに変わる糖質っていうのを食べたいんやけど、その中でも GI 値がなるべく高いものというのを選んで食べるように心がけてます。あったかい餅って消化にめちゃくちゃいいんですよ。僕的にはお餅結構トレーニング前に食べることが多いんで食べてます。和菓子とかも含めて。プーさん蜂蜜奥さんが買ってきた。めちゃくちゃかける蜂蜜。こんぐらいかける。それではいただきまーす。このね、蜂蜜餅が美味しいのっていつも奥さんにも聞かれるんやけど、めちゃくちゃ美味しいの。俺甘党やから。うん。うん。カロリーは爆弾級に高いですね。これで400キロカロリーあるんじゃん。おいしい。最近ね、もうトレーニング始まってからまだ2週間ぐらいなんですけど、体がね、マジで劇的に見違えるほど変わったんで、みんなに見せていこうかなと。バキバキになったとかではないよ。でも、まあ、言ってる意味わかると思う。マッスルメモリーすごいみたいな。ちょっと多めにね、午前中なんで。グルタミンとクレアチン。アルギニン、シトルギニン。そして最後はマンゴー EAA。マンゴーの、ね、EA がめちゃくちゃうまいの。うますぎやろかい。ガガガガイ、うますぎやろ。ということで今ジムに向かって行きたいと思います。このさ、ハーフジッパーのさ、新しいビートめちゃ可愛いんやけど、今日はねヒーロージムで行きたいと思います。モンスター、お水、全混ぜドリンク。なんかすごいすごいことになってんだけど未確認物体が浮いてるじゃあまずは1種目目、よし、チェストプレス。オッケー、粘れないわ粘る力がなくなっているわあと力みすぎるとやっぱ痛いでしょ。ああ、そうっすね。でもめっちゃ伸びてますね。えめっちゃ伸びてるね、重量俺多分先週35キロぐらいだ。すごいね、倍ぐらいじゃん。やばいよ。この種目はね、引くときにこうしっかりと収縮させた状態でそこから一気にストレッチしたいんだけど、ストレッチで力を抜いてリラックスしない、ずっと収縮がかかったところで、そこが抜けないところで限界までストレッチさせていくっていうのを意識しながら引いています。結構ね、時間かかるんだけど、俺は背中はワンハンドずつ引くのが好きなんで、前も今も変わらずそういう風にやってます。ちょっと重量を上げていつもよりやってみたいと思います。若干前傾してる。最後上がってなったら
横にして直立で会社追い込めたんだけど吐きて。できてます。おいいんちゃう。めっちゃいい感じです。あの2週間前とはマジで全然違います。歴然の差だよね。ゼロだったところからやっぱマッスルメモリーって偉大だね。早いっすね。努力したものはまた残ってる。それでやばいっすね、やっぱ。すげえ。次、テックマシンなんですけど、持ってる位置と肩同じ位置にする。で、こう肘が下がらないように。結構ね、ジム行くとね、こうやってやってる人いる。わかる？よく見ます。これめっちゃもったいないから、肘立てて直線にした状態でこうしていく。僕の場合は収縮とストレッチどっちか一個ずつ分けるみたいな。で、まず収縮からいきます。あんまり開かなくていいんで、ここから閉じるだけで、閉じるときに自分で若干後ろに下がりながら顎を引くとより収縮かかるんで、そういう感じでやっていきます。で、開く方は次はあんま閉じずにストレッチストレッチストレッチグッ、ストレッチストレッチストレッチグッ、この2種類。手首ね、こうなったりこうなったりしないようにまっすぐで、サムレスで僕はやります。胸、気をつけて。ということで、最近よくジムでお会いするポポイさんなんですけど、自転車を盗まれたそうです。なんでそんなテンション高い？いや、全然嬉しくないんですけど、名前なんでしたっけ？早草？違う、ファルコン。ファルコンか。ファルコンやめてくださいよ。もう盗まれちゃった。傷口をえぐり。もうえぐりすぎ、えぐりすぎだから。めちゃくちゃかっこよかったんで、ね、まあ、すごい拡散されてたと思うんですけど、まあ、少しでも微力ながらお力になれればと思うので、ぜひ、もう、ぜひ見かけた方というのはね、すぐ連絡ください。いや、本当にそうですね。もう失礼してるようなもんなんで、失礼、はい、お願いします。じゃあ次は、ね、ストレッチいきたいと思います。次、あんま閉じずに、ストレッチだけ。このぐらいまで。じゃあ次はシーテッドローいきます。しっかり骨盤立てた状態で、前に出すときは顎を上げて、引くときは顎を締める。うわっ、足からシンバル。はぁ、終わり。めちゃくちゃでも結構引けてるんだけど。きつ、めっちゃ効いたわ今。はあ、これ好き。次はアップライトローですね。小指側から上げていく、ひねって。で、レストポーズ法って言われる10秒休んで、ちょっとだけ休んでセットが、あと限界まで行くっていうやつです。ちょっと休むだけで全然上がるんで、ドロップ法とかフォースロップが出したボード法をうまく挟んで追い込み切ります。やっぱチーティングだ。あ、だめだ、いてちょっとでかくなった感じする。めちゃくちゃ。じゃあ次はね、ラットプルダウン、おなじみの僕の好きなマグでいきます。60キロね、しっかり足固定して、左右差あるやん。なんかやっぱ右の方が動きづらそう。やっぱそうだよね、はい、肩甲骨がマジで手上げるときもそうなんだけど、こういう風に動くのよ、はい、これがね、全く動いてない、機能してないから。なんかすごい肩ごと動いてる感じが。そうだよね、だからこう動かさないと動かないんだよね。これは仕方ないね、神経の問題だから。神経の問題で
バランスが崩れて多分こうなってるんだけど、だからリハビリとかね、ちょっとずつやっていかないと治んないし、病院の先生から言われてるのは、まあ、半年から1年かかる、半年から1年かかっても治るケースもあれば治らないケースもあるということで、でもやらないわけにはいかないんで、もうこれで夫と向き合いながらというか、お付き合いしながらやっていくしかないですね。はい、怪我しないようにも気をつけます。最後はね、ショルダープレスいきたいと思います。やっぱね、ちょっと肩がおかしいんで、軽めで、これはこれ、こう返していきます。痛っ、痛い痛い。よし、もうでもだいぶいい感じなんでゴートレ、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。トレーニングが終わったので、今からジムに行きたいと思います。あ、まあまたジムまたジム自分のね、バクトレに行くんですけど、はい、ちょっとプロテイン買ったので、これね、プロテインをちょっと飲んでから。いいトレーニングしたね。いや、めちゃくちゃ気持ちよかった。バクトレ、ジムフィットに来ました。ジムの方が今日は多分めちゃくちゃ盛り上がってますね。出たいのもなくてさ、出たのということで、一回家に帰ってきて、これからちょっとね、あの銀行とかに、あの会社の振り込み行かなきゃいけないんで行くんですけど、もうね、ご飯食べる時間がなかったんで、そのまま今すぐ行くんですけど、ベーグルー、これベーグルなの？なんか硬かった。めっちゃうまい。絶対うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。人生初めてベーグル。うん、めっちゃうまい。ベーグルってダイエットにめっちゃいいんで、脂質超低いし、脂質低そうな味してるもん。マジ？うん、低カロリー、脂質低いし、ダイエット中でも全然食べられる。パン、パンはパンでもダイエット中にも食べられる。パンだから作ったんだもんね。ちょっと練習しようと思って。うん、楽しみ。ということで、いやいや、ビックラパンを実施するにしたんでしょ、絶対ということで、トレーニング終わって、会社の振り込みも全て終わって、くら寿司に来ました。初飯っすね、ほぼ。パンと餅食べたんですけど、まあ、タンパク質源っていうか、まあ、ちゃんとしたご飯食べられてないんで、あとまあ2食半ぐらい食べます。くら寿司はたくさん食べたいなと思っております。この品が間もなく到着します。ご注文の品が間もなく到着します。それではいただきたいと思います。いつもお寿司屋さんに来て、あの注文するものはほぼ一緒ですね。マグロ、サーモン、エビ、アボカドみたいなね。今日はマヨネーズ抜いてもらいました。ちょっと意識高くなってるんでしょ。魚は多少脂質が多くても、魚の油はね、 EPA、DHA っていうような、良質な脂質でも含まれてますし、オメガ3脂肪酸みたいな魚の油が取れるので、積極的に取った方がいいです。大トロとかね、食べなきゃ全然大丈夫、問題ないと思うので。僕はちなみに縁側が大好きなんで、縁側ほんまは食べたいんだけど、縁側はね、脂質がめちゃくちゃ高いから、食べれないです。残念。うん、オッケー。2食目になります。まあ2食目というか、はい、ご飯になります。帰ってまいりまして、2食目、まあ実質、3、4食目なのかな、になるんですけど、間食も合わせると鶏肉のホイル焼きということで、これはね、めちゃくちゃ美味しいよ。鶏もも肉を使っているんですけれども、鶏もも肉と鶏胸肉って、なんかまあダイエットしてる人で鶏胸しか食べられないんじゃないかなと思ってるんやけど、実質ちゃんと皮を剥げば、脂質ってそこまで大して大きな差はないです。なので鶏ももでも全然良くて、大会とか出る人っていうのは最後は鶏胸肉とかの方がいいかもしれないんですけど、美味しく食べようと思ったらやっぱ鶏ももが美味しいのは美味しいから、いただきます。うわ、うん、これめちゃくちゃうまいね。髪がかかってんな、この松茸のね。なんだっけこれ、舞茸？しめじ？しめじか。まあ、しめじは不溶性食物繊維って言われるね、食物繊維のまあ一つが取れるんで、おすすめです。おお、美味しそう。牛肉、そしてキムチ、発酵食品の、そして白米 200g、 卵スープ、ここでタンパク質、脂質取れます。卵は何度も言ってるんですけど、完全栄養食って言われるぐらい栄養価値が高いです。食物繊維とビタミン C 以外の栄養素が全て含まれているので、もう完璧です。なので卵たくさん食べてください。コレステロール値上がりやすくなってしまうんやけど、同時にテストステロン
男性ホルモンもたくさん分泌してくれるので、僕今卵3つ4つぐらい1日食べてますね。平均3つぐらいです。牛肉これ 120g ぐらい、を食べていきます。いただきます。この牛肉もも肉なんですけど、少ない部位ですね。でもそれでもめちゃくちゃ美味しい。味付けは塩ですね。十分やで。これダイエットしていく上でもちろん有酸素運動、歩いたりすることももちろん大事なんですけど、普段の日常生活をどういう風にダイエットに効率的に日常生活から逸脱したことを頑張るんじゃなくて、日常生活の中で普段行っている内容をダイエットっぽくというか、ダイエットにより、効果的に変換していくっていうのが一番大事だと思います。なのでこういう食事とかも牛ももにしたら硬くなるじゃないですか。まあ、美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しいんだけど、ちょっともちろんサシが入ってる肉より硬くなってしまうと。でもそれ逆に言うと咀嚼回数が増えるわけですよ。そうすると満腹中枢が刺激されてお腹の減りが少なくなったりとかね、そういう感じで噛むっていうね習慣をつけていく。でなるべく柔らかいものよりも硬いものを食べてください。楽に食べられないものの方がダイエットには向いてます。午前1時ほぼ編集中です。まあちょっとね時間がもう2時ぐらいなんですけど、仕事をいろいろしていたらこのぐらいの時間になってしまいました。最近 Vlog とか視聴者の方の食事管理だったり悩みを動画にするっていうことが結構多いです。これはもうシンプルにね皆さんに寄り添いたいっていう僕の気持ちなので、自分自身だけ頑張るだけじゃなくてみんなにもやっぱりこう一緒に頑張ろうぜっていうね気持ちやし、ここ 2,3 年ねずっと一人でガーって目標に向かって頑張ってきてて、すごい応援されてるからもっともっとってやってたんやけど、いつの間にかなんかこう、みんなの役に立つこと、みんなのためにとかじゃなくて、なんか自分がみんなから応援されるためにとか、自分が有名なるためにとか、再生数取るためにとかっていう、まあ結構こう自分自分になってたなっていうのはすごい思いました。去年大会で会場の外で脱いだりしてね炎上したりしたこともありましたけど、まあよくよく考えるとね、まああれも症状を持って外で会場の外で脱いでるサムネを撮った方が、まあ、再生数取れるやろ、そういう気持ちから、サムネを作ってたので、ああいうその周りが見えてなかったなと反省をしております。ボディメイクっていろんな形があると思うし、大会に出ることが全てじゃないなってこの怪我してる間にめちゃくちゃ思いました。本当にまあ自分のことを追い詰めすぎてたというか、なんかこう周りが逆に見えてなさすぎて怪我もしちゃったしとか、いろんなね、まあことが原因で、今の自分があると思うんですけど、僕は僕なりに急がずねボディメイクを頑張っていきながら皆さんのモチベーションになれればなと思ってます。でも僕の中ではね、もう一回やっぱちょっとアクロバット挑戦してみたいなっていうのがあるんですよね。ちょっとまたアクロバットトレーニングっていうのもやっていきたいなっていうのは思ってます。やっぱり増量めちゃくちゃしちゃうと体動かないし、減量逆にめちゃくちゃしちゃうと枯渇しすぎて元気なさすぎて生産性ない生活を送っちゃうし、もう本当極端なんで、極端な生活をここ1年半2年ぐらいやってきたんで、まあやっぱかっこいいやんアクロバットって。でアクロバット教室やっぱ運営しててね、ちっちゃい子たちのなんか目の輝きもうすごいわけよ。でまあちっちゃい子たちだけじゃなくても大人もそうですけど、もうやっぱできないことができるようになるっていうこのね楽しさゆえのこの目の輝きというのはすごいわけよ。それを見てるとなんか俺もなんかもう一回体動かしたいなみたいな思ってるんで、筋トレだろうがアクロバットだろうがね、しっかりと体調が整っていれば体が作れていればできると思うので、まずは体をしっかりと作って、で、今僕の体験に近い方かなり共感を呼んでいるので、そういう方もね一緒に僕と頑張っていただければと思います。体が変わればね、今までできるなんて思ってなかったようなバク転とかも、ね、挑戦したらできる可能性もあるんで、まあ、できる可能性が多分できます。なので一緒に頑張りましょう。自分の知らない自分に出会うために、自分の可能性を広げるために一緒に頑張りましょう。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。